白井さんの言う通り、証拠もないのに疑うのは良くない。白井さんはバレエの怪我のことで本当に傷ついているのに、こんな悪ふざけの材料に使うなんて。もうこの中に犯人がいるの。いるなら名乗り出なさい。綺麗なものも汚いものも全部まとめて受け入れると決めた。やっぱり主役がいないと盛り上がらないから、一緒に頑張ろうね。今日は真央。それじゃあ行くよ。じゃんけんポン。